でまさかさ、チピとフレンドだったりはしないですよね。そのまさかだぜ。言っとくね、じゃあヨシピに。言っとくね、ヨシピに。ありがとう。しゃべってる。奥田さん、今 TikTok 見てます？TikTok 面白いよね。面白いですよ。ちなみに Apex の大好きな TikToker っています？ニンニク。え、あ、あれだ、一人だけ思い出した、あの好きな人。誰？ヨシピっていう人です。あ、ヨシピが好きなのかい？うん。シナモンロール斉藤が好きなのかい？イエス。ちなみにそこにもう一人いません？ヨシピじゃない方。ニンニク。うん、まず TikTok でヨシピをまず探してからからのからのからの、まず敵やろうか、先に。まず敵やろう。レスやり、あ、やったわ。誰か右、俺右って、うわ、逆、レス逆見ろ、レス逆を見ろ、レス隠れてる、隠れてる。ナイス、素晴らしい。 TikTok で一回ちょっとヨシピ見てみて。ヨシピ、ヨシピ、これか、これじゃないですか。出てきた。どれだ。相方なんて言ってる。相方、ちょっと待ってください。ワンダフル加藤って言ってますね。ワンダフル加藤です、よろしく。まさかあなたがワンダフル加藤ですか。そうだぜ。チャンピオン取ろうぜ、行こうぜ。でまさかさ、まさかだと思うんですけど、うん、ヨシピとフレンドだったりはしないですよね。そのまさかだぜ。ヨシピの大ファンなんだな。言っとくね、じゃあヨシピに。言っとくね、ヨシピに。ありがとう。え、じゃああと他に伝えることない？ヨシピに言っとくよ。最高、最高って、ヨシピ最高って言えばいい。最高、え、それだけでいいの？もっと伝えられる？ヨシピに、もっとフレンドになってくださいって。フレンドになってくださいと。じゃあ言っとくよ。じゃ名前なんて呼べばいいの？奥田さんは。ゲーム内ではクレハって呼ばれてます。ゲーム内ではクレハって呼ばれてんだ。中二病みたいな名前してんな。中二病満載のクレハ。ちなみに何歳だい、クレハ。ちなみに声的には中学校2年生ぐらい。中 3？ 中3なんだ。おい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 、恋してるかい。友達とかですかね。そこまで言うんだったら今ヨシピに LINE してみていい？あ、はい。シナモンロール斎藤に今じゃ LINE するから。鼻息うるせえよ、興奮すんなよマジで。じゃあ今ピッピに LINE するから、ちょっと待ってね。今ヨシピファンにマッチングしたって今 LINE してるから、ヨシピに。ワクワクすんじゃねえ。ワンチャン配信来るかもしれないよ、ヨシピが。え、マジでつって。え、じゃあヨシピに今電話してみる。ヨシピさんっていつも何時ぐらいに起きるんですか？いや俺ね、ヨシピの彼女じゃないか分かんないな。オッケーオッケー、ちょ一回電話してみるよ。じゃあヨシピに。あ、今ヨシピ通話中、今通話中だわ、かかんない。あ、マジですか？うん、今誰かと電話して通話中になってるわ。待って、聞きたいことが大量にありすぎてやばいね。あ、向こういるって、向こういるってよ、向こういるって、やろうぜ。70ね、ジブ70。私です。うん、やりましたよ。
ナイス、これ詰めようか。よし、よよよよ、ナイス。クレハまた VC 問いよ、 VC。 そうすか。うん、多分ね、吐息系 YouTuber になれるよ、クレハさん。1年後にはツイキャスやってるよ、多分クレハさん。マジか。練習して、いくよ。俺の真似してね、ちゃんと吐息系 YouTuber になるために。いくよ。はい、あ、ゆきちゃん、おはよう。今日も可愛いね。いける、未来の吐息系 YouTuber。 もう一回お願いします。ゆきちゃん、今日もかわいいね。まだ、じゃあもう一個いくな、はい。俳優、吐息系俳優いくよ。お前、今肩ぶつかっただろう。あ、来いよ、あ、来いよ。何やってんだ、ランク中だぞ、おい。何今のね、渡部篤郎だから覚えておいて。渡部、吐息系 YouTuber、 吐息系 YouTuber 渡部篤郎。待って、いるいるぞ、これやろう。ナイス。超激浪来てるわ。マックね、俺。シャイブツ、ナイス。それでかい。ナイス、それでかい。愛してる。ヨシピも喜んでる、ヨシピも。ナイスナイス、ヨシピも喜んでる。右いるよ。やった。詰めようか、上。ヨシピも喜んでる。あ、ヨシピ喜んでない。来て、ヨシピが怒ってる。ヨシピが怒ってる。ナイス。それヨシピ6番。助け。ナイスナイス。これアーマー抜いていいよ。アーマー抜いていいよ、すぐ。アーマー抜いていいよ。よし、やったわ。遮蔽物ないね。とりあえず真下降りよっか。一回。降りるよ。勝負。やす、起こせる。ナイス。待って、いるわ。ナイス。やった。アーマー抜くね、俺。オッケー。さあ、ナイスナイス。聞いてくれよ、聞いてくれ。ヨシピが大喜びしてるぜ。マジっすか。ライン見るね、ライン。あ、まだ既読なってなかったわ。弾を入れるとこだね。やらかしたー。